西明天皇、皇玉天皇、十、そして、西明天皇、西明天皇、西明天皇、594年、水古天皇2年から661年8月24日、西明天皇7年7月24日は、日本の第35代、第37代天皇。皇玉天皇としての在位期間は、 642年2月19日、皇玉天皇元年1月15日から645年7月12日、皇玉天皇4年6月14日。斎明天皇としての在位期間は、655年2月14日、斎明天皇元年1月3日から661年8月24日、斎明天皇7年7月24日。除名天皇の皇后で、 天智天皇、橋人王女、皇徳天皇の皇后、天武天皇の母である。水古天皇から一代をいって即位した、女帝、女性天皇になる。意味名は、宝女王、宝の姫御子宝の王、宝女王、または、宝王女、宝王女。後者の意味名の表記の方が一般化しているが、これは、後世の損傷と見られている。和風志望は、 天与高在十日屋市天皇、ト豊田から生かしひたらし姫のすめらみこと、天与高在十日屋しびめ天皇。美達天皇のみ子、押坂の彦人体系み子の王子、地主王の第一王女。母は、き姫王君。はじめ、高むこの王、陽明天皇の孫。父は、不詳と結婚して、神んみを産んだ。なお、この二人の詳細は不明。あとに、 女名天皇2年1月12日、630年3月1日、37歳で女名天皇の皇后に建てられる。女名天皇との間に、中野大江の王子、後の天智天皇、橋人王女、高徳天皇の皇后、大天王子、後の天武天を生んだ。女名天皇13年10月9日、641年11月17日、女名天皇が崩御する。 皇后方は四十八歳だった。除名天皇の後、慶子となる御子が定まらなかったので、皇玉天皇元年六百四十二年一月十五日、皇玉天皇として即位した。四十九歳であった。日本書紀によれば、天皇は、古の道に従って、政を行った。在中は、蘇我江戸が大臣としておもんじられ、その子、イルカが自ら国政を取った。 公玉天皇元年1月29日、642年3月5日には、安住平夫が、くだらの長子を伴って帰国。同年4月8日、5月12日には追放された、くだらの王族、教義が従者を伴い来日した。同年7月22日、8月22日に、くだらの施設、平地社区を共応し、検事に命じて、教義の目の前で相撲を取らせた。 同年七月二十五日、八月二十五日、蘇我蝦夷が乞いのため、大乗経典を転読させたが、ビューのみで効果がなかったため二十九日にやめるが、八月一日、八月三十一日、天皇が天に祈ると、雷が鳴って、大雨が降る。雨は五日間続いたと伝わる。同年九月三日、十月一日、くだら大臣の混流と船舶の建造を命じる。 9月19日に救出を作ることを命じる。同年12月21日、643年1月16日、小魂連宮に先行。高玉天皇2年4月28日、643年5月21日50歳には、さらにアスカイタ武器宮に先行。11月1日、12月16日、ソガイルカが山城の大慶王を攻め。 十一月十一日に王は自害。皇玉天皇四年六月十二日、六百四十五年七月十日、中野王江の王子らが宮中で、蘇我イルカを撃ち、翌日、イルカの父の蘇我蔵が自害する、木の富の変、大化の改心。その翌日の六月十四日、皇玉天皇は、同母帝の慶美子、後の皇徳天皇に行為を譲った。 日本史上初の上位とされる。新天皇の皇徳天皇により、高祖母尊、爪三容の御子との称号を立て祀られた。皇徳天皇の崩御後、西明天皇元年、655年1月3日、62歳の時、明日会田武器群で、再び皇位についた、史上初の重祖。政治の実験は、皇太子の中の大江の王子がとった。日本書紀によれば、 しばしば工事を起こすことを好んだため、労役の重さを見た人々が批判した。最明天皇元年には、コ栗、クリ、クガラ、が使いを使わして調香してきた。また、江ゾとハヤトも、衆を率いて内属し、朝婚した。有馬のノミの変に際して、ソ我赤江は、天皇の三つの失勢を挙げた。大いに蔵を建てて、民の財を積み集めたのが一、長く、 溝を掘って、高架庭を損費やしたのが二、船に石を乗せて運び積んで丘にしたのが三である。対外的には、朝鮮半島の諸国と死者を交換し、党にも死者を使わした。北方の江戸に対し、三度にわたって、安倍平府を海路の遠征に送り、江戸地を平定した。さらに当時北海道の北海岸やカラフトに、存在した宿身まで出兵し勝利したと伝える。 在位五年、百六十年に、九太良がとうと白木によって滅ぼされた。九太良の滅亡と移民の交戦を知ると、人質として、日本に滞在していた九太良王子宝書を九太良に、送った。九太良を助けるため、南波に潜って武器と船舶を作らせ、さらに、瀬戸内海を西に渡り、畜死の朝倉軍に先行し、戦争に備えた。遠征の軍が発する前の六十一年。 当地に手放御した。斎明天皇放御にあたっても御子は即位せずに創生成し、牧師旗作り伝来信、造船の責任者を司令官に任命して全面的に支援。日本軍は朝鮮半島南部に上陸し、白月の絵の戦いを戦ったが、当都白木の連合軍に敗北した。直木孝次郎は、皇玉天皇のこれらの動向について、危機における、 神宮皇后の参観性抜説話のモデルになったのではないかと推測している。三笹は、宮内庁により、奈良県高市郡高取町をあざしにある、落ちみか上寮、落ちの丘の絵の三笹に一情されている。宮内庁上の形式は円休。遺跡名は、車木県のお古墳で、直径約45メートルの円墳である。ただし、研究者の間では、 アスカ村の県を小塚古墳が両母として有力視されており、その他道村の岩や山古墳、柏原市の小谷古墳も候補として挙げられている。また皇居では、高麗殿、宮中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。川内昌介は、除名天皇には、美達、水古両天皇の御子である多王女もに,にも、 かかわらず、美月天皇の高層村に過ぎずかつ一度、婚姻経験のある皇玉天皇が皇后になったのを疑問として、天智天皇の聖母として皇世に皇后としての地位を付与されたとする説をとる。また、仮説としながらも、宝女王の天皇在位を、斎明天皇としてのみとして、除明天皇法御後から皇徳天皇即位までは内乱による天皇空域であり、 上宮王家滅亡から、個人体系王子殺害までの、事件は内乱による、戦いであった可能性を指摘している。木の富の変はこれまでのだよ天皇の終身性を否定し、皇玉天皇による上位を引き起こした。佐藤長とは、木の富の変は、蘇我氏のみならず、蘇我氏にそれだけの権力を与えてきた、皇玉天皇の王権そののに対する、 異議申し立てであり、実質上の大殺しとする。ただし、首謀者の中野大江の王子は、攻撃の実施であり、実際には、大臣の蘇我氏を打つことで異議申し立てを行い、攻撃は殺害される代わりに強制的に大位を選ばせざるを得ない状況に追い込まれた。ところが、時代の皇徳天皇、慶王子の皇太子となった中野大江のは、最終的には、天皇と決別してしまった。 高徳天皇の王権を否定したことで、後継者としての正当性を喪失した。中野王衛の王子は、事故の後位継承者としての正当性を確保する、必要に迫られて、木の富の変において否定したはずの皇玉天皇の重曹、重祖、再名校に踏み切った。だが、排除したはずのだよう、天皇の復帰には、内外から激しい反発を受け、重祖した天皇による失政もあり、重祖を進めた。 中野大江野の,の威信も傷つけられた。西明天皇の崩行後に軍心の支持を得られなかった中野大江野は、くだら救援を優先させるとともに、軍心の信頼を回復させるための時間が必要であったため、自身の即位を遅らせたとする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。